県消防学校を卒業したのは初任科第176期の消防士137人です。137人は県消防学校でおよそ半年間にわたって厳しい訓練を積み、救急や救助など消防活動をする上で必要な技術を身につけてきました。式典で県消防学校の大石学校長は、皆さんは明日から地域の人の生命を守る重要な役割を担う、仲間と深めた絆を支えにして活躍してほしいとエールを送りました。そして卒業生代表で市川市消防局の猪狩大地さんが、どんな困難に直面してもかけがえのない仲間がいることを胸に乗り越えていく、一人でも多くの人の命を救い市民の笑顔を守っていくと決意を述べました。卒業生は今後県内29の消防本部などで活躍します。なお今日卒業を迎えた137人の消防士のうち女性は6人でした。大体訓練はやっぱり体力的に男性に劣る面があったので、どの訓練もきつかったかなと思います。大きな石油コンビナートを守れるような仕事をしたいなと思っております。私たちが行く現場っていうのは基本的に、楽しい思いをしている方はいなくて、苦しい思いをして下を向いている方が多いと思うんですけども、そういった人たちを勇気づけて少しでも前向きになっていただけるような、そういった姿を見せられる消防士になりたいと思います。